キウス宗帝墓群は紀元前1200年頃の墓地で8基確認されています。土を掘り下げてそれを覆わない宗帝墓は世界の戦士文化の中でも北海道にしかありません。地面を円形に掘り下げたところが墓地です。その周囲に環状に土を盛ります。丸い形、土手とくぼ地、縄文人の世界観を示します。ここは死者を送る祭祀の場でもありました。出土した線刻文様のついた石棒はその祭祀で使われたとも考えられています。北海道の縄文遺跡はこういう丸くなったところが多いですよね。はい、そうですね、みんなが、寄り集まって丸く収めて強調するという、縄文人の世界観といいますか、それを示すものとして、この宗帝墓群はとても高い価値があります。このような大きな施設は複数の村のたくさんの人たちが協力しなければ作ることはできなかったというふうに思います。今私たちが立っているこの土手の一部低いところ、ここが宗帝墓の出入り口です。で、全部の宗帝墓にこういう出入り口があって、ここからだけ出入りをしていたというふうに考えられています。で、高い土手の外側が、生きている者たちの世界、そして内側のくぼんだところが死者の世界というふうにはっきりと区別をしていたということで、非常に神聖な場所だったと。この4号宗帝墓からは、市の指定文化財の磨製石棒という、石棒が見つかっています。葬儀の儀礼の重要な道具であり、その使った方が、亡くなった時に、一緒に葬られたというふうに考えています。男性の象徴というふうなことも考えられますし、その人が持っていた、社会的な身分を示すものというふうにも考えられています。縄文文化って謎が多くて本当に面白いです。そこがまた魅力だなって改めて思いました。縄文って奥が深いでしょ。また来てね。さようなら。